自助論は、1859年発行のサミュエル・スマイルズ著の聖講伝集である。300人以上の欧米人の聖講談を集めたものである。1859年に、ジョン・マレー社より出版された。序文の、天は自ら助くる者を助くという言葉は、有名である。当時幕府の留学生だった、中村正直が、自助論を翻訳、西国立志編として1871年7月に、日本で発売された。これは、明治時代の終わり頃までに100万部以上を売り上げた。報国及び、人民の自ら助くることを論ず新回帰を発明創造する人を論ず渡航三体化、すなわちパリッシー、ベットガー、ウェッジウッド勤勉して心を養うること、及び高級に耐えて、業をなすことを論ず法助、すなわち機会を論ず、並びに、芸業を務む修することを論ず芸業を務む修する、人を論ず希釈の家を始めたる人を論ず。豪気を論ず式辞を、むむる人を論ず金銭の当然のよう、及びその乱りようを論ず自ら治むむることを論ず、並びに難易を論ず義範を論ず貧困を論ず、すなわち神聖の君子を論ず1872年に、学生が交付されると、西国立志編は、教科書として使用されるようになった。しかし1880年に、当時の文部省が、国民一体、共和政治を施行する点で翻訳書を不適当とする。そして1883年に文部省が教科書を許可制にしたため、西国立志編は教科書として使用できなくなった。第2版の署名は、Self Help with Illustrations of Character, Conduct and Perseverance である。なお翻訳したのは、初版ではなく、1867年の贈呈版だった。ありがとうございます。